だんだんと上手になってきてますよ、これ。髪の毛も。この低価格でできたらいいよね。うん。うん、外いいよ。あれ、何？最近友達が言ってたけど、2500円ぐらいで50枚入りとかさ。まあね、なくなった時にどこ作れる技でもね、覚えててもらったら全然いつでも作れるじゃないですか。うん。で、まあ自分のそうだね、家族とかね、おじいとかおば、子供ぐらいに作ってあげることができるなら、という感じで今日作りますんでね。よし、じゃあ行きましょう。この辺来るとき牛いっぱいいたな。あ、こっちいっぱいいる。見られれば見られるだけみんなの期待を背負うっていうことかな。時間かかるし、もう腰が痛くて大変だこれ。ハッキーさん見ろこれ、腰が痛くなるんだこの 2時間とかやったらね。やばいなこれな。これで世の中のためにちょっとでも貢献しようかなと思ったら、お前できないんじゃないのこんだけだったらね。どうしようかなって考えた結果、皆さんこちらドン買ってしまいましたマスクでございますこの MG なんとやっちゃいました。これもね、まあ、今から届けに行くんですけどね、届け方もどうしようかなと思うよな。はぁーってお願いしに行きまして、なんとかもうね、この4000枚を手に入れました。ビシッとね。これまたあれだよ、普通に小売りしてないそうですからね、皆さん。このしかもね、良質なんですよ。このサンプルとかいろいろ見せられたんですけどね。ほら、見て。質がいいマスクみたいな感じなんでね。ちょっと見てみますか。日本語で書けよって感じだね。はい、ビシ。ほら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 。合格証とかね。本当だ。うん、こんな感じで。ちゃんとパッケージでやられてますから。よし。この MG がバシッと地域のね、子供だったりね、学校も今から始まりますんでね。すごいよ、お前。金ないわけさ、俺。これどうやって買ったと思うね、皆さん。これマスク、なんと YouTube のね、3月の給料がこんだけ買える金額あったんですよ、ね、だから俺からしたらね、まあ皆さんのおかげでね、こう見てくれてバシッとこう僕にもお金が入ってきてますので、今回はこの YouTube で入ってきた金額でマスクを4000枚買ってみました。すごいでしょこれやろうかなとしておくさ、これ。これね、ゴムはないし、お前、100均とか行きまくってさ、100均とのピストンだよね。そのうち病気のなんかなとか思ったりしてね。大量生産はちょっと厳しい、これ。きつすぎるよ、お前。だから、今回はこういう感じで、まあ、買わせていただきましたよね。これをバシッと今から渡しに行きましょうね。はい。OK。ということで、レッツゴー！ビスキー、ゴー！はい、こちら中学校ですね。中学校、この MG はね、こちらで教育受けてますからね。こちらの学校に行ってみたいと思いましょうね。よいしょ。あれ重いだろこれ。半分あげようか。1000枚、1000枚と1000枚そうだな、小中で1000枚1000枚だな。投稿してきたと思われんか大丈夫です。あ、いいね。大丈夫かな、これね。こっちの学校の校舎、あの校歌は軍歌じゃなかったかな。校歌でしょ月月火水木金じゃなかったかな、ね、よし。あ、先生、先生、あ、先生ですね。今日はあのちょっと
これ東京から取りまして、はい、マスクですね。そこら辺で開けますか。数学の先生はカッターを使わない。どんなですか学校の様子は。こう生徒がいなくて寂しいですね。ああそうか先生、これね保健室とかに置いてあげてくださいね、はい、保健室とかちょっと体調悪そうなこの家族だったりとかに持たせてあげてくださいね。ぜひ、うん、ありがとうございます。 OK ということで、はい、じゃじゃん。とりあえず1000枚な。本当は2000枚でも3000枚でも4000枚でもあげたいんだけどね、もうこの MG コーポレーションギリギリだからこれ。生徒指導の先生からの一言。学校が再開したら、またみんなで学校生活楽しみましょうということで、パッと帰りましょうね。ありがとうございます、はい、これはまた小学校の方に持ってきますんでね。はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、母校第2弾赤ヶ浦の宮里小学校でございます。到着だね、到着。あー、いいね。先生たちは出勤してるんだね。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。うちの子供も入学すると思うんですんで、またよろしくお願いします。チンスコート上げてください。皆さん、バシッバシッと上げましたからね、今ね。ありがとうございました。はい、子供たちのためにゆうたしくございます。はい、ありがとうございました。いいね、見た芸能人扱いだろ、お前。すごいいい人だね。なんか警戒されるかなと思ったら、満遍の笑みだろ、あれな。やっぱ中学校は格好がね、中学校はやっぱりこの制服が一緒だし、こんなのね、こんなの入ってるからちょっとやっぱり警戒してるけどね。小学校はいいね。ほら、このねザイルクライミングっていうの、これ、この MG はこの一番頂点極めてたからね、小学校の時はね。はい、ということでね、まあ、手作りマスクをやって、この皆さんにいっぱい届けれたらなと思ったのですがね、やっぱりちょっとあれ作るのが難儀なんで、あれやめました。あれはもう僕の身内とか家族に配りますからね。で、今回はね、この収益で、 YouTube 収益で買えるだけのマスクを買って、まあ、地元に還元と言いますかね、まあ、ちょっとでも役に立てばなぐらいの軽いか浅はかですけどね、考えはね。そういう感じでまず配ってみましたよ、ね。だから皆さん、まあ、世の中にはもっとすごいんですよね。こうやって自分みたいにこの YouTube とかでアピールできたら、まあ、やりがいもあるんですけど、こういうカメラとか写真も拒否して寄付してくれてる人いっぱいいますからね、本当に。だから各自ね、自分が育ったこの地元の学校や何やら微力の結集でもいいですし、ちょこっとやってあげるだけでも相当変わってくると思いますんでね、ぜひ、やってみてください。できる人でいいんでね。僕はもう限界ですね。もう能人ですね、能人。お金だよお前。何お前、このマスク4日つけてんだよ俺は。スプレーしてお前、大変だよ。まあな、でもさ、俺の知り合いとかさ、もう金持ってる人がもう4万枚とか何万枚とかいろいろあげたりしてるんだよお前。税金対策なのかな、なんか分からんけどね。ちょうだいって言ったからダメとか言わせたバカだねお前。じゃあいいよみたいな、もう絶好だよ絶好みたいなね。こんな感じだ。まあそんな感じだね。よかったな今日な。でもな、うん、もう早く外出たいよ、バシッと暴れたい。お家の中とかさ、自粛でも大変だけどね。あと少し、うん、皆さんもうちょっとの辛抱なんで、今日はまあいい気持ちになったんでバシッと言うから、この飲みで、宅飲みだな、宅飲みな。じゃあ刺身でも買ってくるか。いい、刺身買ってやるか。じゃあ皆さん、チャンネル登録の方もよろしくございますね。OK、 じゃあまたねー。